こんにちは、マサヤ6494です。今回はですね、マサラジ第108弾やっていきたいかなと思います。で、テーマとしてはブログの話ですね。マサ46494の部屋っていうブログをやっていてですね、まあ、そのブログについてお話ししていきたいかなと思います。で、本格的にですね、7月からか、7月、8月、9月とやっています。で、9月が終わって、まあ、10月になるんですけど、9月の、まあ、PV としては、まあ、予定としては600行こうと思ってたんですけど、215になってしまいまして、まあ予想よりは低かったかなという感じです。ただ、なんだろう、こういう感じなんですけど、ここだからまあ良かったかなと。最初の7月の PV 数よりと比べるとこうなってるので、まあいいかなっていう感じは思います。10月の PV 数、とりあえず目標は 1200PV なんですが、まあどうかなっていう感じですね。まあ目標は目標で、まあ持っておこうかなと思ってて、で、ただ、例えば9月だとすると、7月、8月に書いたブログの記事も一応アクセスあったので、普通に。なので、まあ、それがまあ積み重なってまあ上がっていくんじゃないかなとは思っております。なので、まあ、引き続き1日1記事基本で書こうかなと思ってます。まあ、ただ、やりたくないっていうか、何も特にないな、今日のニュースとか注目する人っていう感じの時はまあ上げない感じにはなると思うんですけど、まあ、基本的に1日1記事ペースではやっていこうと思ってるんですけど、まあ、ちなみに何も関係ないですけど、今日だいたいニュース動画1日3本上げる予定でやってるんですけど、本当になんか1日興味があるニュースをやってるんですけど、本当に興味がないニュース、何もない今日その日とか、そういう時ってあげないようにはしてます。なんか毎日確実に3本あげるってなると、興味がないニュースもあげなければならなくなってしまうし、多分テンション的にもですね、なんか興味ないっていうのが多分画面に出てしまうと思うので、そこはなんか見限こうかなと思っております。本当にね、何も興味がないことに関してですね、テンションの入れ具合が全然違ってですね、まあしょうがないですけど、そんな感じで、ニュース動画とかはやっていこうかなと思っています。そんな感じかな、まあ今日マサリゴトとマサラジってセット的な感じでだいたい撮ってるんですけど、動画としてあれだな、マサラジの方って先に撮ったんですけど10分以上かかったんですね、話してる内容が。もうちょっと話す内容が終わったっていうね、悲しみに包まれてるマサラジっていう。マサラジの方が基本的には長くなる予定だったんだけど、マサラジはなんか普通に話す雑談的な感じの動画にしようと思っていて、マサリゴトってふと思ったことをただ喋るっていう感じにしようと思ってたんですけど、ふととかそういったレベルではなかったですね。普通に長くなっちゃいました。そしてこっちは終わっちゃいました。まあいいかなと思います。はい、ということでですね、今回はマサラジ第108弾の、ブログか、ブログについてお話ししていきました。あとニュース動画の本数とかですね、そんな感じの話をしていきましょう。ではご視聴ありがとうございます。この YouTube 動画では雑談、本格配信、ゲーム配信を主にやっております。
また引き続き頑張っていきたいと思いますので、よろしかったら上にあるチャンネル登録ボタンをポチッとお願いいたします。あとグッドボタンよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。じゃあね。